はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今武蔵小杉駅の横須賀線のホームに来てるんですが、まずこれ大量に路線が乗り入れてますよね。全部で4方向の路線が出てるというわけなんですけど、今回この動画は宗ニャン新宿ラインの武蔵小杉から羽沢横浜国大館の詳細動画ということでやっていきたいと思います。宗ニャン新宿ライン、通称なんですけど、JR 相鉄直通線というのが、去年の11月30日に開業しました。で、それの武蔵小杉から羽沢横浜国大ってこれ一駅区間なんですけど、まあ、めちゃくちゃ長いんですよね。なんか電車で15分ぐらいかかるということなんですけど、まあ、実はね、その武蔵小杉から羽沢横浜国大館っていうのがこれ鉄オタ的にめちゃくちゃ面白いところなんですよね。まあ、なので今回はまた自転車に乗って沿線の様子を撮影していきたいと思います。はい、じゃあ今回も自転車を借りて巡っていきたいと思います。相鉄のこの巡りを大チャリでやっていくというわけですね。しばらく自転車を漕いできました。今僕がいるのがちょうどこれ横須賀線と宗ニャン新宿ラインが分かれるポイントということなんですね。横須賀線の線路はこれ左側で、宗ニャン新宿ラインは右側ということですね。今ちょうどこれ横須賀線の電車が来たということなんですが、横須賀線の線路は引き続き品格線を走るということですね。ただ宗ニャン新宿ラインの線路はここから武蔵野線に入るということになっています。お、今横須賀線の東京方面の列車が来ましたね。東京方面の横須賀線というのはこの宗ニャン新宿ラインの上を通るということになってますね。今ちょうど宗ニャン新宿ラインの列車が来ましたが、宗ニャン新宿ラインの列車はここから、武蔵野線に向かう短絡線に入るということですね。海老名行きの列車ということです。お、埼京線の E233 系ですね。お、こういう感じですね。先ほど撮影した跨線橋のすぐ下に踏切があるということですね。横須賀線（品格線）の踏切ということです。でこの踏切からももうちょっと説明したいと思います。今一番手前の線がこれ品格線の下り線ですね。でそこからこうやって分かれるということで、直進するのが横須賀線で、右に分かれるのが相鉄直通ということですね。ですぐ隣が品格線の上り線ですね。お、ちょうど今ポイントが変わりましたね。まあ、いや、でこれが品格線の上り線で、そのすぐ隣はこれなんだろうな、この線路はちょっと謎ですね。なんかストッパーもかけられてるし、今は使われていない感じなんですかね。で一番奥にあるのがこれが宗ニャン新宿ラインから、横須賀線の方に入ってくる線ですね。だから新宿行きの宗ニャン新宿ラインはここを通るということになっていますと。続いて横須賀線の新川崎駅に来ました。この新川崎駅というのは横須賀線の駅なんですが、宗ニャン新宿ラインはどこを通過するかというと、宗ニャン新宿ラインはもうここまで来ると横須賀線ではないので、このすぐ1個隣、こちらの線を通過するということですね。ここを走る宗ニャン新宿ラインは武蔵野線を経由しているということですね。武蔵野線というと、まあ、府中本町止まりというイメージが結構強いんですが、なんかウィキペディアを見てみると、武蔵野線というのは東京から鶴見までを結ぶ路線というふうに記載があるんですね。なので、府中本町からこの鶴見というのは、まあ、ほぼほぼ貨物列車だけしか走らない路線にはなっていますが、宗ニャン新宿ラインはその武蔵野線の一部を走行するということですね。でその宗ニャン新宿ラインの列車を乗ってみると、このねポイントがあるの分かりますかね。そこのポイントでね、結構いい感じの音を出すので、ここを通過する列車を撮影したいと思います。あー、かぶったー、残念。ちょうど今すぐ隣を12000系が通過しているという感じですね。新川崎駅のホームから見る上り方面の宗ニャン新宿ラインですね。下りはすぐ目の前を通過するんですけど、上りは大きく向こう側を通過するということですね。
まもなくこの2番線を列車が通過するということですね。この新川崎駅を通過する列車というのはかなりスピードが速いんですが、それをホームから見るとどうなるか。おー、来た来た来た。おー、結構鳴らしてる。うわ、から撮影しています。おほほ、ギリギリ回避できた。新川崎駅というのがすぐ右側にあるわけなんですけど、そのすぐ隣というのは、新鶴見信号場ということで貨物列車とかが結構ここ往来しているということですね。でそのすぐ隣に、新鶴見機関区といって、機関車が結構置いてあるスポットもあるということですね。この辺もだから鉄道的にかなり面白い場所ですよね。跨線橋の上から湘南新宿ラインの上り線を撮影したいと思います。今ちょうど来てるのが新宿行きの列車ですね。おー、機関車もかなり存在感がありますが、相鉄の1万2000系もそれに負けないぐらいの存在感がありますね。新川崎から再び自転車で10分ぐらい漕いできました。でそうすると横須賀線っていうのがこれオーバークロスする感じで高架になるんですね。僕の今真上にあるのがこれ横須賀線ということなんですけど、なんでこれ上に上がってるかというと、今僕の目の前にあるこちら湿地短絡線というのが、宗谷新宿ライン、まあ、要は武蔵野線ですね。武蔵野線から分かれてこれが東京貨物ターミナル方面に向かう線があるということで、それがちょうどねこの横須賀線とオーバークロスをするからこんな感じで高架になっているというわけですね。僕が今向いているのがこれが東京貨物ターミナル方面ということですね。新鶴見方面を見てみると分かりますかね、これ制限45って書いてあるところあたりからこれ武蔵野線と分かれて湿地短絡線に入るというわけなんですね。お、ちょうど踏切が閉まりましたね。貨物列車が来るみたいですね。うわー、来たー。おほ、これはまさかの変わるんということは、これクリーン川崎号じゃないですか、これねえ、これ川崎市の家庭ごみ運ぶやつですよ。あ、そうですよね、これ川崎市専用って書いてありますよね。お、クリーン川崎号でした。ぜひ持ってくるんですね。この踏切を見てみると頭上が面白かったですね。これ遮断機のためにこの頭上がえぐれているということになってました。しばらく南下すると線路は複々線になるということですね。左側の2線が品格線、いわゆる横須賀線の線路で、右側の2線が宗谷新宿ラインということですね。あ、ちょうど今横須賀線の電車が来ましたが、あ、結構スピードが速いですね。なのでこの品格線とあとは宗谷新宿ラインはこれ別線、完全別線になっているということなんですね。新川崎からさらに南下して鶴見の近くまで来ました。ここ鶴見川ということなんですけど、この鶴見川を宗谷新宿ラインも渡るということですね。一番手前側の線路を通るということなんで、撮影していきたいと思います。
日を改めまして鶴見駅まで来ました。鶴見駅の旅客線というのは京浜東北線と鶴見線というのが乗り入れてるわけなんですけど、この鶴見というのは旅客線よりも貨物線の方が結構目立つということなんですね。鶴見駅に乗り入れてる貨物線というのは東海道貨物線で、あとは宗谷新宿ラインの武蔵野線、それとあと高島線というのが乗り入れているので、貨物線だけで全部で3線乗り入れているということですね。宗谷新宿ラインというのはこの鶴見までを武蔵野線で走行して、で鶴見から先の羽沢横浜国大手前までは東海道貨物線を走るということですね。お、東海道線が来ましたね。東海道線と湘南新宿ラインは鶴見駅は通過ということになっています。お、来ましたね。海老名駅の列車ですね。一番右側の線路を走行するということになっています。でその隣には県一特線ということで2、3、3系が揃っていますね。京急の花月総持寺という駅の近くにある踏切に行きました。でここから、相鉄直通線というのが、高島線と分かれて、地下に潜るということなんですね。ここから先を見てもらえると、これ分かりますかね。これ地下に2本入っている線路があるんですけど、これが東海道貨物線ということで、この先を抜けたら羽沢横浜国大があるということですね。で相鉄直通線というのはこの一番手前の線を走って、でここのポイント分かりますかね。この一番手前にあるこちらのポイントで高島線と分かれるということですね。で僕が撮影しているこちらの踏切、もう超開かずの踏切ということで、ラッシュ時間帯は1時間中本当になんか50何分ずっと閉まっていることになっているということで、そう超開かずの踏切なんですよね。湘南新宿ライン、京浜東北線、東海道線、東海道貨物線、高島線がこの踏切を使うということですね。踏切が開いたわずかな時間で撮影しています。左側にそれるのが高島線で、直進するのが東海道貨物線ですね。じゃあここから先はずっと地下を走るということなので、最後羽沢横浜国大で撮影したいと思います。羽沢横浜国大駅に到着しました。この宗谷新宿ラインは羽沢横浜国大のちょっと手前で東海道貨物線と分かれるということですね。でここから先は相鉄線に入るということです。以上、武蔵小杉から羽沢横浜国大間の沿線の様子を紹介しました。今回紹介した中でも、3回ぐらいなんか合流とか分岐とかがあるというのがお分かりいただけたかと思います。いやでもね、こんだけ合流と分岐が一駅間内に凝縮している路線というのはなかなかないと思いますので、東鉄直通線に乗る機会があるとか、ぜひ沿線の様子と、あとは音に注目していただければと思います。あとこのね、武蔵小杉から羽沢横浜国大間の全面展望の様子をガミツチャンネルの方にアップロードしたいと思いますので、そちらも合わせて見ていただければより理解が深まるんじゃないかなと思います。じゃあこの動画はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。